こんにちは、吉高と申します。今日は私の尊敬する川口まん恵美さんとですね、対談させていただく機会を設けていただき、誠にありがとうございます。12月にですね、昨年の12月にこの本、川口さんと私の対談、優しい日本人が、気づかない残酷な世界の本音っていうのを、12月に出させていただきまして、幸いなことにですね、おかげさまで重版となりました。 ありがとうございます。河合さん、どうぞ。はい。川口まん恵美でございます。よろしくお願いします。私はドイツに渡りましてからかれこれ42年になるんですけれど、それで最近は割と日本にいることも多く、現在も日本に滞在中です。それでですね、今福井先生ご紹介になった、本ですね、それが今いろいろな、これを書いた後もいろいろな事件が起こっていまして、結構関連したような事件が多いので、今日はそのことについてお話しできればいいと思います。福井さんはもう本当に博識な方で、私がカウンターパートになるのはおこがましい感じなんですけれど、今日はお話、私も楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。では、まず日本でもちょっと話題になってるんですけれども、アメリカの有名な、ですね、テレビのホストだったタッカー・カールソンがですね、クレムリンで電撃的なプーチンとのインタビューっていうのを行いましてですね、これが世界中に放映されて話題になってるわけですね。主なメディア、主要なメディア、日本のメディアは大体海外のメディアに追いかけてる感じなんですが、これはもうね、タッカー・カールソンがこんなけしからん企画をやるとはといって、もう全面的に批判されていると。で、ヨーロッパでですね、もうこんなのを見ること自体がけしからんっていう風潮になってるんですけれども、それでですね、あとでもう少しお話したいと思うんですけど、実はですね、昨日、ロシアのテレビでですね、プーチン大統領はまたインタビューに応じてですね、これについてまた触れたいと思うんですけど、まずね、タッカー・カールソンとのインタビューではですね、極めて異例なことにですね、最初、これはトークショーなのか、それともシリアスな会話なのかって、プーチンは タッカー・カールソンに釘を刺してですね、タッカー・カールソンは、いや、シリアスな話をしたいと思いますと言って、その後延々とですね、ロシアの歴史をプーチンは話し始めると。で、要はですね、今回のウクライナ侵攻についてはですね、非常にこのもう長い歴史的な経緯があるんだと。どれぐらい長い歴史的経緯かっていうとですね、1000年以上前から始まるんですね、これずっと。で、タッカー・カールソンもですね、ずっとそれは聞いているわけなんですけども、で、そこで示された歴史観っていうのはですね、日本ではあまり意識されてないんですけど、これは多くのロシアの伝統的な、ロシア民族主義者というべきか、伝統的な、ロシア観でですね、我々にも馴染みのある名前でいくと、ソルジェニーツィンって知っていましたよね。ソ連の反体制の有名な大作家、20世紀を代表する。彼とね、基本的にはほとんど同じ歴史観です。で、それによると、共産主義がけしからんのだけれども、そのロシアの伝統は大事にすると。で、ロシアの伝統といった場合、大きなロシアにのがですね、いわゆるロシアと、ベラルーシとウクライナは、全部ロシアなのであると、ね、ウクライナなどというものは基本的にはなかったんだっていう、ロシアとは独立したものとしてはね。で、そういう流れで、延々と話をまずするという感じなんですが、それでですね、その歴史的な経緯があるということなんですが、それについてドイツでの反応はどうですか、川口さん。ドイツでは、今福井さんがおっしゃった、そのプーチンの、
インタビューについて、うん、少し出てたと思うんですけれど、うん、それ以前 の、 そのタッカー・カールソンと の、 あのインタビューについてもうすごいもうあのジャーナリストは EU で制裁すべきだっていうあのものすごくそういう要求が議員の中から出てきてるんですよね。それで ああいうことを言う、もう独裁者と同席したっていうことはそれ自体が犯罪だっていうそういう論理ですよね。だからあと今までは例えばね、保守の人が例えばその NGO だとかそういうので左翼の方 の、 あの見方をして活動する人のことをあれはこうユースフル、あと役に立つバカ者だみたいな言い方をしたんですけど、はい、それと同じことを今、タッカー・カールソンっていうのは、プーチンの手先に操られてのバカ、役に立つバカ者だとかもうねケチョンケチョンにね言ってるんですよね。それででもね主要メディアが触れてるか触れてないかって言いますと、もうほとんどね触れてないですね。無視してる感じ。日本も結構そうですよね。まあそうですね、うん、まあ断片的に伝えられてるだけですが、ただですね、独裁者に要は媚びを売ってるっていうイメージでしょ、うん、主要メディアが作り上げてるの、はい、しかしねあれね、タッカー・カールソンすごいのは最後の方はねすごくプーチンが嫌がることをずっと言い続けると、一つはウォールストリートの記者がですね今スパイ容疑で拘束されてるんですね。あれはぜひ解放してくれってずっと最後の方言い続けて、うん、でそれはプーチンもねもう全面的にはそりゃ支持できませんが、なんかねこの交渉の余地があるようなね口調で、あれ世界的に見てもですね各国の一番偉い人にですねジャーナリストがあれほど嫌がることを追求できるっていうのは、これ逆にプーチンは要は利口な人ですよね。そこで私は非常にオープンマインドであると、ね、実際そうですし、で私ロシア語と英語の両方のその、トランスクリプトっていうかその話で全部書き起こしたものがあるんですが、それもねちゃんと書いてあって、要はロシア内でも全部読めるわけですよ、ロシア語でね。英語とロシア語で僕違うのかと思ったら英語とロシア語同じこと書いてありましたから、海外向けだけじゃなくて国内向けにも、いや彼は我々スパイ行為に当たることをしたっていうのは認めつつも、まあ、交渉の余地があると、まあ、いうような調子でしたよね。だから必ずしもタッカー・カールソンはなんか単に募金を取りに行ったっていう感じじゃないと思いますけど、そうですよね。だから本当にね、うん、もうなんかクレムリンのお気に入りの宮廷宦官だとか、そういう言い方、人類の敵って言った人もいるらしいですけれど、そんな風にドイツのメディアではもうそういう風に言ってます。ただねそれを全員が信じてるかどうかっていうのは別の話ですけどね、でもかなりの人は信じてるわけですか。まあ私は半分は信じてると思いますね。半分、これってもうそのタッカー・カールソンの話じゃなくてウクライナとロシアの戦争の話になると思うんですけれど、もう絶対に、ロシアに勝たせてはいけないとかウクライナを絶対応援すべきだっていう人たち、そういうのが今までの政府の、今もそうですけど政府の意見ですよね。ドイツ政府の意見、まあ、EU の意見でもあるんですけれど EU のエリートの意見ですよね。でもそれをやっぱり信じてる人たちがドイツは半分はいると思います。そうですか。それでですね、まあ、最初はその歴史の話がこう長々とあって、で最後はそのウォールストリート の、 ジャーナリストを解放してくれっていう話があって、その中ほどの最もおそらく重要なメッセージはですね、これはだから2022年に始まった、いわゆるウクライナの侵攻は2022年に物理的には始まりましたけども、これはその前 の、 その長い歴史があると。で特に冷戦が終わってソ連が崩壊した段階ではですね、ロシア側は
これでもうね、欧米とは仲良くしたいと、ね、で欧米も受け入れてくれたと思っていたと。でも NATO は、まあ、今その時点での NATO はまあいいにしてももう東には来ないと。ところがその最初の約束を裏切って何度も何度も東に来て、ついにはウクライナまで来たと、はい、で、ですね、で特に彼が強調しているのは、まあ、それでも我々は、我々ってロシアのことですね、なんとかこの話を相手決めたいと思っていたんだけれども、まあ、2014年以降はですね、東ウクライナ、まあ、ロシア系の人が非常にたくさん住んでる東ウクライナでロシア系住民に対するこの迫害が始まったと。で、もうこの2022年の段階でもうこれはもうこれ以上は、交渉の余地じゃないということで、まあ、やむなく一種の自衛として、攻撃を始めたというのがプーチンのこの筋書きでありますね。で自分たちの国民、まあ、ロシアを女性が喋ってるロシア系の人たちを守るためにって言ってましたよね。そうですね、ロシア系だから。まず彼はその長々と歴史的な話をしたのは、そもそもそのウクライナっていうのは独立の政治的な主体であったことはないんだと、うん、でロシア人もウクライナ人も同じなんだという発想ですよね、うん、これはね。特殊あれなんか英語の能力もそこまであれ全部スッと解釈できないできるほどないんですけれど、はい、ポーランドのことを言ってましたよね。ポーランド言ってました。それで戦争がその第二次世界大戦が始まることについて、もうそこら辺もちょっと教えていただけますか。そこはね、だからそもそもポーランドは実はヒトラーのドイツと最初は組んでいたと、ね、でそこで出てきたの出てわざわざ言ってるのはチェコスロバキアの分割にも実は日本ではほとんど言及されませんけども、ポーランドも噛んでるわけですね。同時期にポーランドチェコから領土を取ったりしてるわけですね。ただしポーランドはその後ダンチヒっていうドイツ人しか住んでない町をポーランド領じゃなかったんですよ。ポーランドと国際連盟が共同管理する一種の独立国のようなものだったんですが、それをドイツが貸してくれって言ったのを拒否して、それで第二次世界大戦になったと。で、あとそのポーランドに関して強調しているのはポーランドとウクライナの関係ですよね。これね、日本では何のことかよくわからないかもしれませんけど、プーチンはこのネオナチ、ウクライナのネオナチっていうのはこれはもう除去の対象であるということを言ってるんですが、で名前も出してるんですけど、バンデラっていう人がいてですね、でこれは実はですね、この人は基本はね反ポーランドなんですね、うん、第一次世界大戦後実はそのソ連が非常にこの革命後弱っていた時にポーランドとソ連は戦争してポーランドにですね西ウクライナを取られたわけです、ね、で、その頃からの流れでウクライナ内には反ポーランドっていう感情がすごく強くて、その中でこのバンデラっていう人が要はドイツがポーランドに進軍してきた時にドイツと組んだと、ね、でこの人が一部のウクライナの人からですね今も英雄視されていて、でこれがまあネオナチであると。実はそのウクライナで戦争が始まるまでは欧米のメディアもみんなそう言ってたんですが、戦争が始まった途端言うのもやめましたけど、うん、日本の公安調査庁もね。お墓がミュンヘンにあるんですよね。バンデラはですね戦後だから西ドイツに逃げて、うん、そこでソ連に暗殺されました、うん、でお墓がミュンヘンに確かあって、ね、それでついこの前まで最初戦争が始まウクライナとのロシアの戦争が始まった時に、ねウクライナの大使でドイツに在ドイツのウクライナ大使が、はい、お墓参りとかにね行ってるっていうのはちょっと問題視されてました。そうなんですよね、だからプーチンがウクライナはネオナチだとかって言ってたのを、うん、すごくこう
ドイツのメディアは否定してたんですよ。何をバカなことっていう感じで、だけれど、まあ、ちょっと独立系のメディアですけれど、いやそんなことない、本当にネオナチだって言って、それで大使まではそこにお墓参りに行ってるからとかっていうのを書いてたのを覚えてますけど。そうなんですよね、で、まあ、そこでまた話がすごく複雑なのは、ゼレンスキー大統領はユダヤ人なわけですよね、これが、ね、だからこうヨーロッパ情勢っていうのは我々には計り知れない複雑さがですよね、はい、だからそこのところでネオナチなわけがないだろう、ユダヤ人なのにって言われちゃうと、なんかすぐには反論もできないし、でどういうふうになってネオナチなのかっていうのを説明もできないし、そこら辺で止まっちゃうところありますよね。そうです。でもこのネオナチと言われている人たちを結構ですね、今まで支援してきた、来てたのがウクライナのこのオリガルヒ、ロシア語で、結構彼らは資金援助してたっていうのも言われてるわけなんですよね、ただね、だからドイツのメディアっていうのはそこら辺をわざと説明しないんだと私は思ってるんですね。だってもうちょっと、なんでプーチンがウクライナにはネオナチがたくさん救ってるって言ってるのかっていう理由をもうちょっと説明してくれれば、みんな、あ、そういう考え方だったのかっていうのが分かるじゃないですか、はい、それをね絶対言わないんですよね。だからそこら辺ね、すごくね、ちょっと偏った報道だなと、まあ、いつも思いますけれど、その部分でも思います。それでですね、このプーチンやこのカールソンとのインタビューに関してですね、昨日、先ほど申し上げましたけども、ロシアの今度はメディアとのインタビューを行いましてですね、でそれ僕はあんまりリスニング大したことないので、ロシア語のトランスクリプトも出てるんですね。でちょっと今日車読んできましたけども、英語まだでした。でそれによるとね、大体話はずっとそのカールソンとのインタビューなんですけど、最初ね、彼は本当はその欧米の首脳と直接話したいんだけどできないから、これなかなかいい機会だったと、ね、私の話どう思ってるのかわからないけれども、とにかくみんな聞いたでしょうと。で川口さんおっしゃいましたけど、非難しつつ、それ聞いてなきゃ非難できないですからね、だからこれはなかなか良かったと、もう常に大人の態度で、あ、すごい本物だなという感じですよね。で実はそれでカルソンとの話でずっと、そほとんどカルソンの話してたんですが、途中でですね、インタビューしてた人が、アメリカの大統領はどっちがいいでしょうねってちょっと唐突感がありましたけど、でそこでトランプかバイデンかって聞かれて、バイデンと答えてるわけですね。でこれはインターネットでもですね、朝日新聞の記事が出てましたけども、まあ、いろんな憶測が書いてありました。川口さんどう思われます、これバイデンがいいって言った発言は。私ね、今ね、唐突さがあったっておっしゃいましたよね、私これね、おそらくね、プーチンがこういう質問しろって言ったんじゃないかなって、今私ただ直感で言ってるだけですから何の証拠もありませんけれど、私ジャーナリストじゃないから、いつも直感と感性でものを言わせてもらってるんですけれど、今感じたのは、その質問を絶対入れろって言ってたんじゃないかなと思ったんですよね。それで彼は絶対にみんなはきっとトランプって言うだろうって思ってるじゃないですか、はい、だけどそこでちゃんとバイデンって言って、まずえって思うって、はい、でなんでだろうって思うじゃないですか、でそうするともう今までそのトランプと、プーチンはきっと裏でつながってるとかって言おうと思ってた人って、まずそれが言えなくなりますよね。だからそれでバイデン、え、なんだろうって言ってる、言う、それがそのまずそう思わせるのが作戦だったんじゃないかな。まあそうなんでしょうね。バイデンに最後の方で言ったんですけど、ただその後でですね、いやでも誰が大統領になるかはアメリカ人の問題ですと、ね、私はいかなるアメリカの大統領ともやっていきますよと、そう、もう常に大人の対応。そうですよね。素晴らしいですよね。でもそれをね、なんかね、プーチンはトランプじゃなくてバイデンを応援してるんだって、すっごいなんかそのまんまなんか取っちゃったような風な人が結構いるかなみたいな思って、そう取るべきじゃないですよね、これは。
まあね、だからいや聞かれた時どちらでもいいと答えなかったところが、うん、まあそれはそれで、ね、これは深い意味があったと私は思ってますけど、はい、作戦1 だと思います。はい、でもちろんそのヨーロッパでの反応も取り上げてましたよ。はい、あ、そうですか。でも私本当にそんなこと言ってますかと。どういうことですか。だからこう NATO がロシアを攻めようとしたから反撃したなどと、うん、プーチンは愚かなことを言ってると、うん、あの西ヨーロッパの人たちは言ってるけど、私はそんなことをどこで言ってるでしょうかと、ね、あのちゃんとあの見てトランスクリプトも読んだら分かることでしょうっていうね、うん、もう悠然たる態度、うん、そうでしょう。でも全部はちゃんと出さないからね、そんな切り取って報道で出すから、だから普通一般の国民、私もそうですけれどっていうのはそう訳されて出てきたものしか受け取れないじゃないですか、だからとてもじゃないけれど、自分であのこう自分の意見をちゃんとまとめるというところまでの情報を取るのってすごく大変ですよね。いろんなその一般の主要メディアに出てこないものまでこうほじくり出していろんなとこ見て探してようやく分かるみたいな感じですよね。そうですね。今それ本当に出てごめんなさい出てこなくなってるんですよ。で例えば私なんて割と、まあ、あの興味半分もありまして、いろんなその独立系のメディアのニュースとか見て、はいはい、でたまにすごくあのいいスピーチなんかを、あのビデオでやってるんですよ、であこれ面白いなと思って、あこれいいこと言ってるな、特にその歴史なんかの、あのプーチンも最初に歴史30分ぐらい やったって言いますけれど、他 の, あの例えばドイツで極右と言われてる AFD っていうドイツのための選択肢、はい、まあ、そこでその中でも特に悪党だって言われてる、そのナチっていう、うん、こうスタンプをされ落印をされてる人がいるんで、はいはい、ビヨンとヘッケっていうんですけれど、その人のスピーチなんか、最初やっぱりねドイツのね30年戦争あたりからの歴史を言うんですよ、はい、でねもともと歴史の先生なのかな、学校、あのギムナジウムの、はい、っていうのすごく面白かったんですよね、でずっと言ってることはそのドイツの伝統だとかそういう家庭だとかそういうものを守りたいっていうことを言ってるんですよ。だから全然極右とかそういうふうには私には思えなかったんですよ。でねこれ面白いなと思って、友達あのドイツ語の分かるあのドイツにいる友達で日本人なんですけれど、その人にあの 渡したというか送ったんですよね、これ面白いよって言って、そしたらねもうね亡くなってたんです。だから消されちゃうっていうか、もう見られ YouTube では見られなくなっちゃうことが、それだけじゃなくていくつもあるんですよね。